こんにちは、アートアキアニートのミキです。で、今回は今このアートアキアニートでやってる展覧会2006の作品を、一緒に見ていこうと思ってます。で、これ、展覧会ごとに、やってるんですけれども、ちょっと今までは自分自身の感想を踏み込んで言えないなみたいな気持ちがあったんですけれども、やっぱ自分が作品見てどう思うかとかを見た人と話すとか、そういうことが僕はやりたかったので、本当に作品と対峙して思ったこととかを結構率直に今までよりも言っていけたらいいなと思ってます。ただそんなに変わんねえじゃねえかみたいな ことになるかもしれませんけど、少しね、肩の力を自分自身が抜いて、一応アートが好きな人間として、あるいはアーティストとして、他の作家の作品をどう見るかとか、そういうことを話していけたらいいなと思います。はい。では、中地博明の「プロデュース」という作品から、見ていきたいと思います。中地はですね、今回初めて参加するアーティストなんですけれども、アーティストの他にも、ハードウェアエンジニアとしても活動しています。で、今回の作品なんですけども、ジェンガですね。ジェンガってみんなでね、遊ぶパーティーゲームですけど、それを一人でコツコツと上に乗せていくということをやっている。で、ジェンガがですね、この回転する台に乗っていて、で、その台が回るタイミングで、中地がジェンガを引き抜いて上に乗せていくというような映像ですね。なんで、この回転する台とかももしかしたら中地が自作してるのかもしれないですね。ちょっとわかんないですけど。服とか、すごい作業服で全然楽しそうじゃなく積み上げてるので、本当に遊びというよりは製品を作っているみたいな風に見える。そういう、何ですかね、工業製品的なものへの言及として、パッと思いつく作家で言うと、ドナルド・ジャットとかですよね。彫刻とか絵画とかは人間の手によって作られたものですよね。だけど、ジャットの生きた時代、第二次産業革命の、ちょっと後ですよね、は、やっぱりどんどん物が大量生産できるようになって、多分ですけど、人間が何かを作るっていうことの価値がどん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 、下がってったり、そういうことの意味がなくなるんじゃないかみたいな、多分恐怖心が世の中あったりした時代なんじゃないかなと思うんですけれども、そういうリアリティの中でジャットは作品を作っていたと。じゃあ中地はどうなのかっていう話なんですけど、で、中地はですね、87年生まれで日本で育ってきて、僕も近い年なので、やっぱりすごくよくわかるのは、物が過剰にある世界なんですよね、僕たちの。で、しかもそれが、本当に製品的な、人の手によって作られてたように見えないものに囲まれて育ってきたっていう世代なんですよね。でも、そういう供給過多な世界の中でも、別に、私たちは労働をやめる気配はないですし、それどころか、これは中地が話してたことなんですけれども、もはやゲームの中で労働する時代になったと。っていう、やっぱり人間ってどっかでその労働への欲求っていうのがあるんですよね、多分。ところが、身の回りのものとかを見ると、労働の跡とかが見えなくなってるわけですよね。で、中地の、作品を作る出発点みたいになっている話が、彼が、精密機器会社に勤めていた時に、実はその精密機器がものすごい人間の手によって生まれてるっていうこと
を目の当たりにしたらしいんですね。で、しかもこう、なんだろう、人間の手でその熟練された手技によってそういうものが作られてる。でそれがすごくこう体験として衝撃的だったらしくて、やっぱりこう精密機器ってこう科学の結集っていうか、なんか全然その人の手と関係ないようなところでできてるようなイメージがあるんですけど、実はそうじゃないと。そういう話とかがやっぱり下地にあるので、大量生産される製品の中で人間の労働っていうのがこう阻害されているような感じがするんですけど、いやいや、なんかそんなこともないし、なんか労働を求めちゃう人間ってちょっとおかしいけど、でもなんかなんていうか、そういうところに希望があるよねみたいな風に僕にはまあ見えます。なんで例えばサンティゴ・シエラとかのその搾取される労働像とはちょっと違う労働のそのなんかあり方みたいのをアートの中で提示しているような気がします。はい。続いては高橋凛太郎のオトリスのドローイングという作品です。で、高橋もですね、今回が初めての参加となる作家です。芸大の油絵科の博士課程に今在籍中です。ただ、彼はあんまりこう絵をですね、作品化することは今まで多分あんまりしてきていなくて、で普段はこうメディアとしては映像とか、いわゆるこうインスタレーションみたいな作品になることが、多いです。でその中に結構要素として、まあいつもこう音楽が結構出てくるんですけれども、だけどそれは別にこう音楽がテーマになってるっていう感じではなくて、どちらかっていうとこう、なんだろう、カメラを扱うように、まあ音楽も普通にこうその表現の一部として出てくるっていうようなイメージですね。で彼はもともとそのバンドとかをやっていたので、まあそういうところにその音楽を使うっていうのは多分結構当たり前なのかなと思います。で今回のこの絵なんですけれども、アクリル絵の具ですね。であとパステル、オイルパステルで、まあ、絵をあんまり作品にしてないって言ったんですけれども、そういうなんか映像作品とか、インスタレーションを作るときに下絵として結構そういうドローイングを描くみたいなんですね。で、まあ、今回は多分そういう流れのものを作品化したっていう感じの作品だと思います。基本的にはですね、横顔を向いている人と、そこからこう飛び出している耳と、まあ、馬で、このタイトルにあるのがオトリスっていうですよね。オトリスっていうのは平行石とか耳石、耳の石なんか意味らしいんですけど、でそれをこう踏まえた上で絵を見ると、なんかこうここのなんかぐるぐるぐるってなってるところ、眉毛かなと思ったんですけど、あ、眉毛じゃないのかみたいな、三半規管っぽいなとかまあそんな感じですよね。でまあこの人物が誰なのかとか、まあ、そういうことはまあ気になりますよね。作家本人のようななんか感じもしますね。で高橋のその作品の中にこの馬っていうのはよく出てきてて、一つの、まあ、なんだろうな、シンボルみたいな感じになってるんですけど、で高橋はなんか中学校の頃にもうその近くの蔦屋 の CD を端から端まで視聴したらしくて、でその時に結構そのジャケット、アルバムのイメージと中の音楽みたいなもののなんかこう関連性というか、そこになんか通底する、まあ、ある種のなんか態度みたいなものっていうのがそのアルバムジャケットには現れてるっていうのに気づいたらしくて、でおそらく多分この絵も、まあ、ある種 その高橋の作品のアルバムジャケット的な要素があると思うんですけれども、でなんとなくこの馬を持ってる感じは、なんかこの馬なんか結構生き生きと描かれてるから、
なんかこう生きてるような感じに見えるんですけど、同時になんかおもちゃっぽくも見えて、なんか小さい子がこう馬のおもちゃに対して感覚してるみたいな感じにもまあ見えますよね。でもわかんない、おじさんなのかもしれないし何か感覚することみたいなものっていうのがなんかかなりまあ一つ多分重要なテーマになってるのかなと思います。まあ、はい、じゃあ次いきます。はい、じゃあ続いてはですね、敷地治のグラフィックノーテーション for ダンス4と5です。で、敷地はですね、身体を主にこう扱っているアーティストで、舞台芸術とか、そういった活動もしています。で、普段はなんかこう自分の身体って、何なんだろうみたいなところからこう自分の腕をこう締め上げたり、その締め上げてこうパーツに区切って考えてみるとか、そのまあいろんなあの抽象的な方法を使ってその自分の体とまあ向き合っているようなタイプの作家です。で、今回の作品は、レンチキュラーっていう、あのよく子供の頃とかにこう遊んだ紙がこう見る角度によって絵が変わるっていう印刷技術を使った作品で、敷地はですね、これまでもこういうあのコラージュの手法を使って、自分のダンスを譜面化するというようなことを、やっています。これも、グラフィックノーテーション for ダンスっていう、ノーテーションっていうのが譜みたいな意味なんですかね。で、なんでその、まあ、ビジュアライズされた、譜面で、それがダンスのためのっていうことだと思うんですけれども、で、そのレンチキュラーにこう印刷されてるイメージなんですけれども、作家の敷地がポーズをしている写真と、そのポーズに、対応した、人間と動物のなんかキメラみたいな、なんかコラージュですね、その2枚がこう見る角度によって現れてくるという感じです。で、そのコラージュの中にはどっちもこう人間の部位が使われてるんですけれども、4の方には、体、紙バッグを持ってなんか時計を見ている体で、5の方には、鼻と口が使われてるんですね。なんとなく顔があった方が人間っぽく見えるかなと思うんですけれども、意外にそうでもなくて、このなんかこう人間的な時計を見るっていう仕草とか、こう紙バッグを持つっていうような仕草が現れているこっちの方に、なんかより人間っぽさを感じるような気も僕はしますね。なんかそこが割と不思議というか、あのなんか体っていうものをなんかすごく顕在化させているような感じをしますね。はい、じゃあ次の作品いきます。はい、続いてはですね、前田晃平の二人旅記梅という作品です。まあ、前田がこう梅の種を持ってる、写真なんですけれども、で、この作品は現在進行形というか、スタートしたばかりの、作品で、これから前田がこの梅の種を、まあ、育てていくっていうのがこの作品の出発点になってます。で、梅を育てていくだけだったら、まあ、小学生のその理科の授業かっていう感じなんですけど、でもこれはやっぱり僕はアート作品だと思ってて、じゃあそのこれが理科の実験じゃなくてアート作品たるゆえんは何かって言ったら、あの、まあ、ここに文章が書いてて、前田が、まあ、今年の夏で30歳になって、その生活の状況がいろいろ変わってきた。やっぱりこうアーティストって、まあ、20代ぐらいだったら、多分その社会的にも、若いんだから、その大丈夫だよみたいな感じもあるかなとか、アートの中で、まあ、どんどんそのキャリアが積まれていく中で、まあ、社会に向けての責任が出てきたり、そういう状況の変化って、まあ、年齢とともに、まあ、あると思うんですよね。で、そこへの葛藤の答えとして出したのが
この梅を育てるっていう、まあ、行為だったと。そもそも前田はまあ植物を育てたことないって書いてあるんですね。正直そのなんだろう、木を植えるとか木を育てるっていうことは普通の植物を育てることよりも大変なことだと思うんですよね。タイトルには二人旅き梅って書いてあるんですよね。今はこうまだ旅行とかに持っていけるサイズなのかもしれないけど、それがこうどん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 木が 木として大きくなっていったりする可能性があるわけですよね。でそうなった時に、まあ、前田がこうどういうふうに梅に対して行動を取れるのかっていうのが、そういう心の揺れみたいなものがをこう出していくっていうことがつまり表現になっていて、これがアート作品であるって言えると思うんですね。はい、じゃあ次行きましょう。続いてはこのサコのプアービデオエニタイムゴッドです。でまあこのなんか、動画をご覧の皆様はおなじみかもしれませんが、これはサコがこう毎日写真を街に出て撮って、それをこうタンブラーに上げてるっていうあの作品のシリーズなんですけれども、これはあの横須賀で撮られた2日分の写真ですね、の中から選ばれてる。結構こうパネル張りって、まあ写真のそのなんていうんですかね、あの、オールドファッションなあの展示方法というなんかまあイメージが多分パネルって結構強いんですよね、写真やってる人からすると。で、それなのになんか全然古臭く見えないというか、なんかこうパネルの可能性みたいなのをすごく感じますよね。なんかこうタイルみたいな感じですよね、写真のタイルみたいな。そう考えるとこの作品とかはまあ寄ってみるとすごいこうなんか掲示物の糊の跡とかが残ってるんですけど、もうそれがなんかこのパネルの表面にあたかもついてるような感じというか、なんかかなり不思議な質感を持ってで、なんか一つのこう作品になってる感じがありますね。で、まああと写真としてはかなりこうパキッとした写真が多いですよね。なんかこうコントラスト強めっていうのはなんていうんですかね、その印画紙のあのコントラストって、まあこれもちろんこれインクジェットなんですけど、つまりこうすごくシャープなあの出力だなと思いますね。で、多分そのパキッとしてる感じが独特の生々しさがまああるんでしょうね、多分。はい、じゃあ次の作品いきます。で、次の作品も実はサコのサコテッペイの作品です。で、I Dare You という作品ですね。これはあのシルクスクリーンで刷られているハンガーです。インクを乗ってる感じがやっぱりまああのシルクスクリーンなら当たり前なんですけどすごいするんですよね。こう網点がめっちゃあって、でこのなんかつぶつぶの感じってやっぱりそのなんだろうな、あのモノクロプリントとかをした人ならわかると思うんですけど、印画紙であのプリントするときにその光のピント合わせて、でそうするとすごいつぶつぶつぶっていうのが出てくるんですよね。そのなんか象の粒みたいなのをやっぱりこうあのシルクで吸ってるとより強く感じますね。だからさっき あのパネル張りされたあのインクジェットはなんかもちろんその拡大すればもちろん多分点が見えるんですけど、イメージとしてはこうつるっとしてるんですよね。で、なんかその辺の対称性みたいなのも結構面白いかなと思います。結構映像で見ると、なんかこう、写真として結構見えてるんですけど、今、この近目で見てる限り。なんか、やっぱり本物見ると、なんかそういう画像として、
やっぱ見えづらいっすね。なんかよりあのインクの質感が立ってる。だからこの辺が潰されてたり、ここは白で抜かれてるっていうのがやっぱすごく強調されますね。これ多分ね、本物をちょっと見てみるとまた感覚が違うかもしれません。はい、じゃあ次に行きます。続いては苦しまショーの、レッドブルーという作品です。この映像作品が、はい、レッドブルーという作品で、でそこから、派生してできた、2つの、まあ、絵ですねの作品が、こちら側が一切際立つ惑星、この青い方が認めてくれっていう作品です。まあ、一般的なこう壁に描けるような絵ではなく、独特の自立セル構造を持った絵です。まあ、布が挟まってるんですけど、もしかしたらこの布はこの上の映像で使った布なのかもしれないですね。赤い画面がメインのこの絵の裏側にあるのは青の、板で、こっちの青い絵のメインになってる裏にあるのは赤の板なんですけれども、その板にもなんか中央がくり抜かれたり削られてたりしていて、裏側の板にも何かこう手が加わってるんですね。で、実はこの板の方が先に存在していて、この映像作品を作った時に同時にこの板も作ったらしいんですけれども、まあ結局その作品にはならなかったっていうのを、今回その映像作品のから撮ったイメージの油絵とその板を組み合わせることによってなんか作品化できたようで、あのそういう構造になっています。はい。でこの作品なんですけど、まあなんか言葉で何かを言うっていうのはすごい難しい作品なんですよね。っていうのはなんかこう赤と青っていう構造がまあ簡単に見て取れるんですけど、そのなんか分かりやすい構造がありすぎるがゆえに、なんかそこがねやっぱ強いんですよね。でも映像の中でやられてることってそういう単純なことじゃないんですよね。っていうか意味が分かんない意味が分かんないんですよ。ウェブサイトとかに載ってる説明を見ると、まあこの赤と青の部屋をでこう頻繁に引っ越しすることによって自らの身体にこう負荷をかけるみたいな、でそういうことをが書かれてるんですけど、でまあ引っ越しっていうのがこう一つの、まあ、キーワードになってるって考えると、この車輪みたいなものが映像にも結構いっぱい出てきてるんですけど、でもなんか無駄に車輪あるんだよな無駄に車輪がある、この意味が分かんない、マジでよく分かんないですね。でここで赤と青の中でひときわ際立つ惑星、それがシュークリームですって書いてあって、なんかシュークリームを持ってるあのシーンが出てくるんですね。でやっとこの下の絵の謎が解けるんですよ。まあ、解けないですけどで、なんかだから僕この絵を見た時にあのなんか花の絵かなとか思ってたんですよ。だけど実は花じゃなくて、その赤い部屋の中に浮いているシュークリームだったんですよね。それはまあ面白いですよね、普通に移動壁でこの赤と青の壁が動いてるんですね。この白の移動壁のカットとかもなんかいいっすね。でそうなるとここのこのなんか塗られてる部分の区分けみたいなのもなんかすごいかっちりするというか、はい、な感じですかね。じゃあ次に行きましょう。谷崎桃子の辛い失恋という作品です。
で、この、木炭を使ったこの絵画のシリーズは前回もと同じです。ただ今回の方が多分大きさが大きいのかな。で、失恋の感情っていうのをその時のこう言語化できないその感情みたいなものをこう取り出して、で絵に込めるみたいなことをしたいと。で、それはなんか、感情がその、共に触れる。だからその、絵の向こう側にはそういうなんか感情があって、で、それがこう見た人にこう、バッとダイレクトに入ってくるような、作品を目指してるんじゃないかなと思いますね。ただですね、なんか、やっぱり失恋の感覚って結構人によって違うんじゃないかなと思って、僕の場合は多分、どちらかっていうと、何て言うんですかね。その、失った時に、なんか、まあ別に恋だけじゃないと思うんですけど、何かを失うって、その時にドカンってくるっていうよりは、こう後でじわじわ来るような感覚なのかなと、僕自身は思いますね。で、そう考えると、こう、ある種、ここの辺、この2作品はこう涙がこうしとしと流れてるというか、でしかもその涙そのものが人の姿になってるっていう絵なんですけれども、そういう感覚として失恋を共有するっていうのはなんとなく僕の中では違うかもしれないですね。共有するっていう点では、だからそういう感覚っていう部分は分かるんですけど、でこっちはですね、まあ全体的に雨降ってる感じなんですよね。で、泣いてるか泣いてないかは分かんないですね。だからもしかしたらこの絵の方がまあそんな感覚的に近いのかもしれないですね。で、なんかこういう痛みみたいなものが心の中にどっかにあるし、でも一方でなんかわかんないですけど、まあ、この辺には、そのすごい晴れてる場所みたいなのもあるけど、なんか片隅にこれがあるみたいな感覚なのかな。まあでもそういうなんか、片隅にある痛みみたいなのを、まあ思い起こさせる、メメントモリ的なものも、まあ結構絵画のね、一つの役割というか、まあそういう側面だったりもしますよね。はい。じゃあ次の作品に行きます。森山太一の、PP という作品です。なんか副題がついていて、向こうから、ナイトボルケーノ、1、アイス&ウォーター、ドローズイ・ポイズンという、副題がついています。で、今回の作品なんですけれども、この下地とか、上の絵の具は、森山が作っていまして、オイルメディウムとかと混ぜてるってことなんですけど、混ぜて絵の具にしてるってことなんですけど、下地の部分は、にはこう貝殻が粉砕されたものが入っていて、で、この上に乗ってるのは、海岸で拾ってきたプラスチックを粉砕したものとか、まあそのまま乗せてるものもあるんですけれども、ものですね。なんで、で、なんか、この、粉砕するために、こう、なんかすごい、業務用のすごい粉砕機みたいなのを買ったらしいんですけど、で、森山は、実は、この二棟という場所で、このなんか、物を拾ってきて粉砕して作品にするっていうのは、実は初めてじゃなくて、以前にもサンドメイドっていう、拾ってきたものを、粉々にして砂にして瓶に詰めるっていう作品を作っていたんですけれども、まあ、今回も、まあ、その海岸から拾ってきて、それを粉砕してこう一つの作品というこう物体の中にグッと押し込めるみたいなことをやってます。で、森山って別にこう、まあ、キャンバスに絵画を描くような作品を出し、作っている作家ではなくて、
いわゆる、まあ、ペインターっていう作家じゃないんですよね。だけど、まあ、今回その、エッツのを作ってみようみたいな、多分なんか。で、そっからこうなんか、キャンバス貼ったり、パネルを作ってキャンバス貼って、で、下地も作って、絵の具も作ってみたいな、なんかその、絵のすごくこう、原初的な楽しみみたいな、なんか、を、まあ、やってるような感じがします。でも、使われてる素材が、ものすごく現代的な、人の手を離れたプラスチックっていうのが、こう、すごく森山っぽいんですよね。で、これ別にその海岸のプラスチックとかを否定してるとか、そういう感じにも見えないんですよね。で、森山らしさっていうことで言うと、まあさっきも言ったように、こう、やっぱり、ペインティングっていう枠に押し込める必要はない。この作品をペインティングっていう枠に押し込める必要もないなと思っていて、側面とかからこう、見てもいいような作品だと思っていて、そうするとなんかね、すごくこう、物が置かれる楽しさみたいなのが、まあ、結構こう、ダイレクトに伝わってくるので、まあ、ぜひこう、本物こう、いろんな方向から見ていただきたいなと思います。はい、じゃあ続きましては、伊坂修の The SDK という作品です。この作品はですね、なんかこう、まあ、いろんな映像の素材が連なっていて、でその映像素材の上に伊坂のドローイングだと思うんですけれども、が、レイヤーとして載っているという作品ですね。でこの作品のその映像素材っていうのは、伊坂がヒマラヤに行った時に撮ってきたものらしいですね。この作品はものすごい映像っぽいんですよね。カメラをこう置いて、撮っていて、で、情景としても、そんなに背景とかめっちゃ変わるわけでもないし、ただただこう、牛が歩いてるとか、まあ、後で出てくるんですけど、飛行機がふーって飛んでるとか、そういうなんかこう、映像素材ばかりが使われてるんですけれども、なんかね、ものすごくね、映像っぽいんですよね。その映像っぽさって何なんだろう。これとかも写真じゃないんですよ。動いてないんですけど、ほとんど。で、このドローイングはだからここが開口っていうこと、開口で飛行機が飛んでるみたいなドローイングなんですかね。これまた結構この映像とドローイングの関係性っていうのはどうなってんだろう。開口と角の形成。角として、角、角、角。角として回る。飛行機、ミサイルという、比較的暴力、比較的乱暴な方法で、閉じようと。ああ、だから、おそらく、今書いてあるのを読んだ限りでは、この場所への伊坂内の考察っていう感じですかね。うわ、雲動いてない、これ。そういうアハ体験とかじゃないですかね、全然。動いてますね、多分。まあでもこれそもそもどうやって撮ってんだとか思いますけどね、今の飛行機のシーンとかも。この映像がこう映像としてあるためには、そこにカメラが置かれていて、こういう現象を捉えるような、牛が来るのをずっと待ってたのかとか、なんか、この映像の画面のなんか外側もすごく考えちゃいますね。で、彼はこの作品について、なんか、その映像としての純度が高い作品っていうふうに評していて、
確かにこうじっと見てるとそれがなんか感じますね。はい、じゃあ次の作品いきます。続いての作品は鈴木亮一の、窓辺です。鈴木は写真をやっていて、で、こういうふうに本の、ページとかですねを写真にしています。なんかインクジェット出力なんですけど、敷地の作品見たせいかなんかレンジキュラー感がありますね。なんか独特の多分このテクスチャーのなんか揺らぎみたいなのがあって、で、それがなんか、あれですね、動きを感じさせますね。で、今回この作品は、デジタルカメラの、いわゆるパノラマ撮影機能を使って、撮影されていて、だから多分、本来のカメラの画角はこのぐらいの画角なんですけど、このぐらいですね。だからそれをこう、ぐーっと、ページに、だから、すごい多分、こう、接写というか、こう、ページによって、ずーっとこう撮影していってるみたいな感じだと思う。すごいこう本っぽいですね。これはなんか絵の作り方、多分こうやってポンと本を開いてるみたいな感じの、このあれですよね、幅というか。続きましてはチョンリエの、わからない声を聞く、そして綴るという作品です。基本的にこのずっと暗い画面に声が聞こえていて、この文字が出てくるっていうような作品なんですけれども、これ文字って言っても、このなんか位置にあるっていうことは、これ、字幕ですよね。ほとんど黒い画面なので、文字は本来真ん中にあってもいいはずなんですよね。だからその字幕である、文字が字幕であるっていうことがものすごく重要なわけですね。で、流れてる音声は、韓国語で話されているんですよね。で、日本、なんかカタカナ混じりのこのハングル。で、ここで以前日本で会いましてっていう、発言が出てきて、ここは、日本じゃないんだな。で、おそらく朝鮮半島に、チョンリエが行ってるっていうことが、なんかだんだん分かってきますよね。それで、ひいおばあちゃんとか、そのおじいちゃんの話を、して、いるということが、だんだんこう分かってくるわけですよね。で、そのある種のだからこう内容としては、ファミリーヒストリーなんですよね。ただ、そういう、なんだろうな、こうファミリーヒストリーのドキュメンタリー的な要素っていうのも、もちろんこの作品の重要なポイントだとは思うんですけれども、でもなんかこうじっとですね、座ってこう聞いてるわけですよね。聞きながらこの字幕を見てる。で、そうするとですね、なんか、結構なんかこう、この展示空間が、このスピーカー、なんかこのスピーカーが超指向性スピーカーだっていうことも相まってですね、なんか結構、文字とこう、音声が分離していくような、結構、感覚というか、字幕を追いながら、わからない言語が流れていて、で、例えば、その映像で、よくその、字幕と音声の関係みたいな、そういうちょっとメタ的な、映像の特、メディア特性みたいなのを使った作品って結構あるんですけど、なんか、そういうことでもなく、これは多分、なんか、以前に、リエから聞いた話なんですけど、すごくこう彼女の中で音声言語と、視覚言語でなんかこう開きがあるっていう話をしていて、
で、なんか多分オンラインだと思うんですけど、オンラインの小説で主人公の名前かなんかを自分の名前に変換できるなんか小説があって、それを一回やってみたんだけど、カタカナのリエっていうのだと、まあ自分ってこう思わなかったっていう話をまあ以前していて、でなんかそういうこととかを考えると、なんか結構こう声とこの書き文字のなんかつながる感覚みたいなものに、彼女は多分独特の感覚を持ってるんだと思うんですよね。その日本で在日コリアンとして住んでいて、でまたあの別の話で在日コリアンが話すその朝鮮の言葉っていうのは、実際に今韓国で話されている言葉とか、あと北朝鮮で話されている言葉とか微妙な違いがあるっていう話をしていて、でここでおそらくさっきのそのハングルとカタカナの文字が混じったような文章っていうのは、もしかしたらその日本にない表現っていう、日本語にこう翻訳できない表現っていうこともあると思うんですけど、聞き取れない言葉みたいな。で、そう考えると、この字幕を作ってるっていう作業をしてるのは、まあ、チョン・リエなんですよね。おそらく。で、その、こう、自分の言葉と相手の言葉を、書き文字という表現に変換するっていうことを作家がやってるっていうことが、うん、その辺がこの作品の、まあ、醍醐味なのかなっていうふうにちょっと思いますね。はい。で、内田亮のインターチェンジです。この作品は2枚で1つの作品なんですけど、まあ、パッと見てこう、あ、この形とこの形似てるなとか、まあ、そういうのがこう、画面の中にで構成されてますよね。例えばここにカモメみたいの言いますけど、こっちはこうね、こっちで筆で書かれてて、こっちはグラデーションになって同じような形があって、でここの背景のグラデーション、滑らかなの上にこうマスキングで多分形を作られたような、このあれですね、グラデーションみたいな部分があって、でそのグラデーションの部分っていうのはこっちの絵だと筆で描かれてますね。で逆さになってる、こっちが最初なのかちょっとわからないんですけど、でもおそらくこっちで最初に筆で描いて、でこれがそれをこう逆さにしてこうマスキングして、絵の具を載せたんじゃないかなって思うんですけど、で書かれてる順番とかをちょっと見てみると面白いんですけど、今言ったこのグラデーションの部分はこの背景のグラデーションの次のレイヤーにこの絵画では書かれてますね、多分。じゃあこっちの絵ではどうなのかっていうと、この部分がなんかこの筆のタッチよりも下に来てるように見えるんですけど、実はよーく見てみるとこの筆の部分がおそらくこうマスキングで隠してそれを上から塗ってるだろうっていうことがわかりますね。つまりこのキャンバスにおいてもこの前面の背景のグラデーションの次に載ってるのはおそらく筆で描かれた場所なんじゃないかっていう、なんでおそらくまあ筆でこっちに描いてでそれをこっちに形移して今度逆にこっちに筆で描いてでそれをこう下に滑り込ませるみたいな風に、まあ、作ってるのかなと。で、あとこの作品でちょっと気になるのがタイトルのインターチェンジっていうタイトルなんですけれども、まあインターチェンジといえばですね、皆さんも、まあ、ご存知かもしれませんがデクーニングですよね。デクーニングのインターチェンジっていうものすごい有名な絵があって、で内田はまあ、ポロックとか、まあ、抽象表現主義にすごく影響を受けている作家なので、偶然っていうことはまああんまり考えられないかなみたいなふうに思うんですけど、デクーニングのあのインターチェンジって
なんか、ウィキペディアで見たら、なんか、近くに住んでる場所の名前だったみたいなこと書いてあって、割とこう適当につけ、適当というのはちょっと違うけど、なんかそこにすごい意味があるわけじゃないんですけど、まあそういうののこう、オマージュ的なものもありつつ、まあそのタイトルにそこまでこう、比重がないということなのかもしれないですけれども、まあちょっとその辺はわからないですね。どうなんですかね。はい。はい、続きまして、藤倉麻子の作品です。で、作品タイトルがですね、こちらが、An Accounted Landscapes。で、こちらが An Accounted Landscape の1っていう感じですかね。この 3DCG で作られたランドスケープスですから、まあ風景って言っていいと思うんですけど、まあ風景が、こう、スライドショーで流れていると。で、こちらの作品はランドスケープの中からの1枚です。アンカウンティとは説明されないみたいなことですかね。不明なみたいな。だからまあ、謎の風景みたいなことですかね。すごくこう、砕いて言っちゃえば。で、確かに、謎なんですよね。マジでこの風景はね、謎なんですよ。これは多分展示風景っぽいですよね。で、割とそのなんか、いろんな、CG がこう、入り乱れてるんですけど、藤倉は、まあ、こういった風景を結構多分現実に、インストールしたいみたいな多分欲求があって、で、実際に展覧会とかでも、まあ、かなりこう、本当にこういう、なんですかね、写真の、まあ、無茶とも思えるような、これ戻りましたね。これがこれですね。風景を現実の世界に、まあ、その設営していて、なんで、なんか結構、こう、まあ、この辺は実現できる感あるんですけど、さっきの砂漠の構造物ドーンみたいなのは、まあ、難しいんじゃないかなと思うんですけど、でもなんか藤倉だったら、こう、実際やっちゃうんじゃないかな、みたいな。まあこれも可能と言ったけど、これも相当大変そうですけどね、実際やるとなったら。でもなんかそういうなんか、謎の期待をこうしてしまうようななんか、力を持ってる作家ですね。と前になんか展覧会を見に行った時に、その、日本庭園の研究をしてるって言ってて、あ、でもどうだったっけな、なんか確か日本庭園とか、まあ、にいると、こう結構椅子とかがあって、そこに座ると、座ってる人さえもこう風景になっていくみたいなことを言ってましたね。確か。それって結構、エルヴィン・ウルムとかが、割となんだろう、椅子で、こう、指示が書いてあって、椅子をこうやって、身につけて、こうやって観客がするとか、結構そういう感じに、もしかしたら結構似てるのかもしれないですね、感覚。はい。じゃあ、そんな感じで。今回は以上です。またお会いしましょう。